どうもこんにちは、無重力のまさとです。今緊急で動画回してるんですけど、僕先日ね誕生日だったんですよ。そしてね同居人の森達がね、誕生日ね家にいなかったんですよね。ちょっと外出しててね、僕誕生日全然会ってなかったんですけど、でまあ、誕生日から今2日か3日ぐらい経って森達にね会って、森達がなんか急になんか渡したいもんがあると言われたんでね、まあ緊急で動画撮っておりますよということなんでね、まあ森達のプレゼントをちょっとこの動画で公開しようかなと。まあ何なのかわからないんですけど、まあ森達のセンスなんでおそらく動画のネタになるようなものだと思うんでね、今緊急で回しております。はい、ということで何なんでしょうかね。はい、気になります。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディア無重力、ハッピーバースデイトゥーユー。どうぞ。はい、はい、ということで、はい、まあ、森達からね届いたんで、はい、まあ、これでねちょっとセンスが問われるんで、はい、渡したいものがあるってわざわざ言われて、はい、まあ、動画回してるんで、さすがに、はい、さすがにね、じゃあ早速開けていきます。はい、お、これはこれはなるほどね、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあお見せします。あ、これ握力系ですね。はい、握力系ですね。なるほど、はい、これは確かに動画の、そうそうそう、よく分かってるじゃないか、はい、ね、今年何歳になります？29歳です。29歳でしょ、もう29歳肉の年ですよ。筋肉の年。ああ、なるほど、はい、うん、でやっぱ僕もね、あの一無重力視聴者として、うん、やっぱ無重力チャンネルの視聴者はやっぱ無重力のマサトって握力どんなもんか結構気になってる人、それめっちゃメッセージくるね、うん、でしょ。ただ握力自信ないから。ないんだでも握力はその高校の時に測ったんやけど、はい、その時から今まで握力測ってないわけ。だからそのトレーニング、ストリートワークアウトしだしてからは一切測ってないわけよ。あ、だから自分もわからんわけ。あ、ただ高校の時とかめっちゃ弱かったよ。え、どれくらいですか？40ないぐらい。40ないぐらい。意外と。そう、30後半で調子よくて40ぐらい。はいはいはい。そう、どうやろう。そっから筋トレしてね、だってあんなプランシしたり鉄棒でぐるぐる回ったりってなると、なんか見とる人は多分めちゃくちゃ握力強いんじゃないのかなって思ってる人めっちゃおると思うんですよ。なるほどね、うん、じゃあちょっと、まあ、僕も興味本位でちょっと、まあ、プレゼントっていうか、うん、お願いというかね、そういう感じで、うん、それはめっちゃいい、はい、めっちゃいいプレゼント、はい、マジで先生ええやんいや、これ普通に俺自分自身でも測ってみたい。あ、マジで。そう、今どうなってんのかマジ気になる。よかったよかった。なんかかっこええやん、黒でね。のこれね、N フォースさんのなんか商品紹介みたいになってるけど別に全然案件じゃないんでほんまにプレゼントなんで、はい、N フォースさんのね、はい、握力系で、はい、ちょっとやっていきたいと思います。29歳の平均握力は、うん、47らしいです。47? 47。え、強ない強いかなマジで平均ね。え、で、なんかあの体力テストってあるでしょ、うん、で、29歳の体力テストの10点満点は62キロ以上出すと10点らしいの。あー、体力測定の満点が。そう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 、62以下あると10点。いいよしゃあ、ちょっと本気出すわ本気出すわ。この体出すからね。そうそうそう、な、絶対あるでしょ。高校の時はガリガリやったね。うん、あ、年齢入れれるんや。ユーズは年齢。それではね、0キロ、はい、これルールあるんやな、確か。そうっすね、その肘こう曲げたんやな、立って。じゃあいきますか。はい、まず右からいきます。せーの、パワー。いや、ちょ待ってえ、ちょ待ってえ、なんか切れたんすけどもちょ、全力、ちょ、力出してもうた。え、うわ、ちょっと保険かけたね、今。え、なんで、こんなはずでは。
右疲れたから左で行くな次。そうね、もう勘弁してよ。あ、いけるいける、あ、いけるね。よし、行きます。左手から行きます。左手から右利きだよね。あ、右利き、うん、せーの、パワー。お、え、でもでも53でございます。はい、53です。平均以上だよ。なるほどね、うん、53、まあ強くはなってる、うん、ああ確かにね、まあ後から比べると、うん、検証結果強くはなってるけど、うん、多分みんなの期待には応えれてないと思います。、はい、でも左なんで、うん、そうですね。では右です。よっしゃ、いくで、せーの、パワー。おはい、57です。はい、57.7 です。微妙微妙微妙、微妙。まあということで検証結果はそういうことでした。10点は取れなかったね。うん、まあでも成長はしてる、そう考えたら。でほんまに力なかったから。あ、でもそこまで握力が影響しないってことです、このストリートワークアウトとか自重トレーニングはね。プランシやるのにも握力がいるってことではないんだ。だから多分最低限の握力がこのぐらいにはないか、うん、多分これ以上伸びることはないと思う、はいはい、ある程度いったら多分成長って専用になるやん、うん、だからもう必要な握力はもうこれで到達してるってことだ。なるほどね。そう、だからそこまでは多分成長したんじゃない。あ、そういうことでした。なるほど。シンプルに森達がやったらどうなるのかめっちゃ気になる。あー、確かに。そう、うん、僕も言ってもその高校から測ったことない。野球部、野球部、野球部は強いイメージあるかな。で言っても僕も50くらいだったけどね。あ、そう、うん、あー、見てみる。見てみます。僕、あー、あれ56。はい、森達56.3 です。意外と、うん、なかったな。まあそんな変わらんな、まあ、変わらんすね、ん成長がないんでね。そうでしょ。じゃあ左いきます。左ね。あー、え、120キロ。え、じゃなんかこん、そんなことある。単位間違えた。ああ、そういうことな、うん、じゃあもう一回いこうな。バー、53。はい、森達の左手53です。はい、まあ似てるね、似てるね。なんか微妙に、微妙やな。微妙やったけど、まあこれが現実です。そうそうそう、多分どれだけ懸垂やろうが、どれだけその鉄棒でぐるぐる回ろうが、握力はある一定までいったら多分伸びないです。うん、でも50ぐらいまでは多分伸びると思います。その弱い人はね、だからもともと50ぐらいある人はそれ以上多分伸びることないんで、握力鍛えたい方っていうのは別にも握力のトレーニングする方がいいです。その鉄棒やったからっつって握力つくわけではないんで、まあということで、はい、そういう結果でした。でした。まあとりあえず誕生日プレゼントいただいたんで、はい、はい、まあ一本動画ね撮れましたよ、うん、はい、まあ気になってる人おったと思うんでね、結構。そうでしょ。うん、まあそれは良かった良かった。ちょ、もう一回やりたいよ、もう一回やりたい。60とかやったら自慢できるやん、まだ、うん、なんか微妙なラインやったからな。せーの、パワー。あ、60いきたいね。2回目、 59.1。 悔しい。60いきたいな。ちょっと僕いっていいですか。じゃあちょ60いきたいね。そうですね、うん、60いくまでじゃあご飯食えません。ご飯食えません。いきますか。59。おー、あー、ちょっと伸びたね。伸びたね、伸びたね。はい、森達2回目 59.3。 はい、もうラスト右な、もうこれで終わる、はい、多分あんま やりすぎてももう出んからな。そうだね、うん、1分。はい、マサトの3回目の記録 49.2 です。ありがとうございました。